皆さんこんばんは、達也です。今日はドグマについてちょっと話してみたいと思ってます。皆さん、ドグマっていう言葉はご存知ですか？ドグマっていうのは現代の意味で言うと独断的な説という意味になるみたいです。自分が今話したいと思っているドグマっていうのは、この独断的な説っていう言葉でも表せるし、特に調べてもいないのに勝手に自分でそうに違いないと思い込んでいることのことをドグマだと僕は解釈してます。で、特に調べてもいないのにそうだと思い込んでいることの一つに、自分は絶対に太ることができない、自分だけはもう太れない体質として生まれついた、そう思ってる人、そういうドグマにとらわれてる人がめちゃめちゃ多いなっていうのに、この YouTube を始めてからすごく気づいたっていうのと、自分もそうだったっていうのと、あとそのドグマから63キロしかなかった時、そのドグマからそうじゃないことを証明してみたいと思って、自分には困難すぎる道だとは思ってたんですけど、やってみて今74まで増えて、そのドグマから脱出したはずだったのに、今また74キロでずっと半年ぐらいこう停滞してる。現状維持っていうのは僕は停滞だと思うんで、停滞してる。だからなんでだろうってずっと考えてる時に、また一つ新しいドグマに俺囚われてるなっていうことに気がついて、で今自分が囚われてるドグマっていうのが何かっていうと、自分は74キロ以上はいけないように設計されて生まれついたんじゃないかっていうドグマに囚われてる。だからこれから脱出したい。はっきり言って絶対間違ってるんですよ、こんなの。絶対間違ってる。食ってる量が減ってるわけではないんですけど、74キロを超えるようなカロリーに到達してないだけだと思うんです。まあまあ、あと扱ってるウェイトとかトレーニング方法が間違ってるとかいろいろあるかもしれませんけど、そんなのが多分原因の 10% ぐらいで、 90% は間違いなく食ってる量が74キロを超える量を食べることができてないっていうことに尽きるはずなんですけど、頭ではわかるけど、なんかこう感情が追いつかないっていうか、俺って結局やっぱ74キロが限界の男なのかなみたいな、こうドグマに囚われてる自分にこうハッと気がついてですね、でそういえば昔こんな気持ちになってたなと思って、ちょっとこれを記録しておこうと思って今日ビデオ撮ってます。で今、ガリガリで悩んでる人、自分以上に痩せてる人っていうのも絶対ただのドグマだから、気にしすぎずにとにかく食べてみてください。とにかく食べてみてください。で食べることができない、そんなに食えないんですっていう人はウェイトトレーニングがいいと思うんですよ。ウェイトトレーニングするとお腹減るんで結構食べれるようになるんですよ。で食べてもすぐお腹すくんでまた食べたくなるんで、でそのいい循環にちょっと自分を乗せてみてほしいと切に思います。というわけで、ちょっと簡単ですけど今日はドグマにとらわれずにみんなで頑張っていこうっていう動画です。決意表明です。じゃあまた。 Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinkingDon't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.